夕方の6時になります。ちゃこちゃんはこんな状態で寝るようになりました。これはもういつものちゃこちゃんっていう感じかなと思います。そしてですね、この縫い目あたりを引っ張るというのもそんなにしなくなったような感じがします。おおむね寝ているので、起きた時にちょっと気をつければいいかなぐらいになりました。ご心配をおかけしたと思いますが、多分これで大丈夫かなと。ただご飯はあまり食べてはいません。これも徐々にかな。外にですね、遊びに出たいっていう要求がまだないようなので、多分麻酔のせいでだるいっていうことなんですかね。もう1日以上経ってるんですけれども、そのような状況です。からジャン君ですね。ジャン君はちょっと調子はまだ悪そうですが、ご飯は少しだけ、食べ始めているところですね。チュールレベルですけど、ここから回復を願っています。はい、夜になりました。ジャン君は、まだうんちは緩いのを出していますが、少し活動的になってできたかな。目にも力が戻ってきているように感じます。多少は食べるようになった。チュールだけかな、まだね。にしても栄養は少しずつ取り始めてると思います。それに加えてですね、このポンちゃんが甲斐甲斐しく、ジャン君の横で解放している感じになります。ジャン君が一旦外に出て戻ってくると、こうやって寄り添って片手を首の後ろに回し、とても美しい光景になっています。でですね、今日のお昼間もそうですが、ジャン君の精神状態というかですね、どうもやっぱりちょっとストレスっぽいのでですね、シオン君、あとチャコちゃんの、外歩きは、お昼も夜もなしということにしました。当然外に出られるだろうと思っているシオン君、それから、今日はですね、運動があまりできていないアンズちゃん、この2人は結構もう今テンション上がっちゃってるんですよね。朝方もそれが来た、おかげでずっと遊んでた。本当のこと言うと、あんまり大きなガタガタした音をですね、立てないでもらえたらありがたいんですが、このぐらいはしょうがないね。今からご飯をあげます。待ってるね。で、しおくんは外なしね。明日の朝散歩しよう。そしてチャコちゃんは今ちょっとお腹を舐めたりしてたかな。ちょっと見えなかったけど、ただ大丈夫そうですね。引っ張ってるね。はい、チャコちゃん、チャコちゃん、はい、ここにそれね。昨日は扉を開けるとシャーを言っていましたが、さすがにもう言いません。やっぱりね、調子が悪かったんだと思うんですね。昨日、ちょっと心配だったのは、胃液を4回吐きました。で、調子が悪いからでしょうけど、寝てることが多かったです。で、今日になって、今日の夕方ぐらいからもう完全に大丈夫かなという雰囲気にはなってます。今しがった気になる縫った糸のところですね、を引っ張ったりしてましたが、時間的には
これで、まあ2日1日半ぐらいですね、経ってますので、ちゃこちゃんのいわゆる自然治癒能力というのをまあ信じてやっていけばいいかなと。今日は、まるまる寝ずの番はしなくてもいいんじゃないかなと思ってますが、まあ起きてる間に今みたいにちょっと気になる行動があったら、やめさせるくらいな感じで行こうかなと。そろそろご飯あげるからね。あ、ご飯は食べてたんでね、ちゃこちゃんはね。あ、そうだね。全部ではないの。ね、まあでも食べ始めているし、トイレも行っているので、うん、大丈夫でしょう。はい、じゃあ、あんずちゃんね。あ、ジャン君じゃない、シオン君も来ちゃった。シオン君、シオン君にはすぐ。どうしよう。じゃあ今日なでなんでなしで、すぐに下にあげよう。はい。読んどいて。うん。開けて開けてってなってるね。はい、シャンプーご飯だよ。はい、ごめんね、ご飯食べてね。ゆっくり食べましょうね。ね、明日になったら遊ぼうね。これ置いてもいい？食べる？こっちに。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ、ここね。お、焼きかな？はい、ごゆっくり。お、いこだね、いこだね、いこだね。お、はい。ちゃこちゃんは、ほぼ OK です。はい、ポンちゃん。缶詰のものを食べています。あ、飲んでるね。
よしよし。チューブ半分と、うん、あとウェットの缶詰を半分に入れたんだけど、ピーマンね、缶詰の方先食べた。うん。よかった。いい感じです。うん。これでカリカリになるんだね。本来カリカリ好きだからさ。ね。うん、元気になってカリカリ食べようね。もういいの？お茶をチュールを温めくらい。あ、こっちは全然か、あの大丈夫だ。うん。お茶もたまたま温めに終わった時じゃない。さ、じゃあ明日の朝様子をまた見て。元気になってると嬉しいよ、ジャン君。チュールは全部舐めとりました。